UEFA ネーションズリーグ第4節の10試合が現地時間14日に行われた。競合ひしめくリーグ A グループ2ではベルギー代表とフランス代表が激突。序盤から主導権を握ったベルギーは20分、レアンドロ・トロサールのスルーパスに抜け出したロイス・オペンダがボックス内でウィリアン・サリバに倒され PK を獲得。しかし、これをユーリティ・レマンスが枠外へ外してしまう。 すると33分、ブラッドリー・バルコラの突破が相手 DF のハンドを誘発し、フランスが PK を獲得。これをランダル・コロムアニが決めて先制に成功した。ベルギーの反撃は45プラス3分、敵陣内で細かくパスを繋ぐと、最後はティモシー・カスターニュの左からのクロスにオペンダが頭で合わせ、試合を振り出しに戻した。追いつかれたフランスは後半に入り攻勢を強めていく。 62分、左サイドを駆け上がったリュカディニュのクロスにコロムアニが打点の高いヘディングで合わせて逆転に成功。76分には決定機を阻止したオーレリアン・チュアメニが退場となったが、そのままリードを守りキリサン連勝を飾った。リーグ A グループ2のもう1試合はイタリア代表とイスラエル代表が対戦した。ボール保持率で大きく上回るイタリアは39分。 こぼれ玉に反応したサンドロトナーリがボックス内で倒され PK を獲得。これをマテオ・レテギが冷静に沈めて先制に成功する。1対0で前半を終えると、54分にはジャコモラスパ通りの FK に序盤にリロレンツォが頭で合わせてリードを広げた。66分に CK からモハメド・アブ・ファニに1点を返されるも、 72分にはフェデリコ・ディ・マルコのグラウンダーのクロスにダイレクトで合わせたディロレンツォが2ゴール目を獲得。79分にはダニエル・マルディーニとデスティニー・ウドジェの連携で左サイドを崩し、最後はダビデ・フラッテージが強烈なシュートをネットに突き刺した。試合は4対1で終了し、イタリアが無敗を維持している。 リーグ A グループ3では互いに無敗を維持しているドイツ代表とオランダ代表が2度目の対戦を迎えた。ホームの大声援を受けるドイツは2分、代表デビューのジェイミー・ルエリングがネットを揺らすも、直前にセルジュニャブリのオフサイドがあったとして得点は認められず、その後もチャンスの数でオランダを上回るも、GK バルトフェル・ブルフェンの後セーブもアリゴールは奪えず、スコアレスで前半を折り返した。 試合の均衡が破れたのは64分、ジョシュア・キミッヒの左 CK にティム・クライン・ディーンストが頭で合わせると、ゴール前にこぼれたボールをルエリングが豪快に押し込みドイツが先制に成功した。ビハインドを追ったオランダはシャビ・シモンズやドニエル・マレンが際どいシュートを放つも、同点に追いつくことはできず。試合は1対0で終了し、無敗対決を制したドイツが首位の座を堅持している。